家康もひれ伏した序決、前田松の生涯。信長や秀吉のもとで武功を挙げ、加賀百万石の基礎を作り上げたとされる前田利家。以前、大河ドラマ「利家と松」では、彼と妻の数々のエピソードが放映され、それまで有名であった利家の武功だけではなく、いかに松が前田家を支えたかが話題になりましたね。今回は内助の功で利家を支え、時に身を投げ出して前田家を存続の危機から救った彼女の生涯について取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。利家との結婚と苦労した新婚生活。1547年、松は織田家の家臣篠原和江の娘として尾張の国で生まれます。3歳の頃に和江が亡くなり、その後母の再婚がきっかけで母の妹が嫁いだ前田利政の養女となりました。1558年、12歳でいとこにあたる利家と結婚します。翌年、第一子である長女幸姫を産みます。当時は政略結婚が主で、同盟を結ぶために12歳で結婚すること自体は少し早くても珍しいことではなかったそうですが、出産となると話は別。利家は22歳と立派な大人ですが、松は現代でいうと小学6年生での出産です。その後も21年間で合わせて2男9女を産んでおり、医療の発達していないこの時代で松は体がかなり丈夫だったのですね。ほぼ2年に1人産んでいるわけで、正室でこれほど多くの子を成したのは伊達晴宗の正室久保姫くらいです。松は丈夫なだけではなく利発で社交性もあり、豊臣秀吉の正室ねねとも秀吉とねねが結婚する前から親しくしており、2人の結婚式にも出席しています。お互い結婚したばかりの頃は隣同士に住み、味噌や醤油を貸し借りするほど親しく、晩年には松とねねが2人で温泉旅行に行くほど気心知れた仲だったそうです。この松とねねの縁が利家やひいては前田家そのものを救うことになります。松の新婚生活は決して穏やかとは言えないものでした。利家は気の短いところがあり、新婚1年目の1559年に信長のお気に入りだった茶人十阿弥といさかいを起こします。きっかけは利家のお気に入りの刀の鋼貝を盗まれたからでした。利家はなんと十阿弥を信長の目の前で切り殺し、激高した信長からその場で死罪を言い渡されます。死罪は柴田勝家や森義成の必死の取りなしにより免れますが、利家には2年間の謹慎処分が言い渡されました。利家は浪人となり、すでに第一子を身ごもっていた松と一緒に貧しい暮らしを送ることとなります。子供が生まれるというのにずっと浪人というわけにはいくまいと、利家は強引に信長に認めてもらうことにしました。手始めに1560年、謹慎中だった利家は信長に無断で桶狭間の戦いに出陣します。相手の武将の首を3つも取り信長に献上しますが、そなたは謹慎中であろうと信長はこぼしただけ、怒りはまだ解けませんでした。それならばもっと武功をあげようと利家は奮起し、斎藤義達と争った翌1561年の森部の戦いにも無断で参戦し、2つの首を取る武功をあげます。この時ついに信長は利家の熱意に根負けし、
謹慎は解かれ、ようやく利家の浪人生活は終わりを告げるのでした。その後、利家は金ヶ崎の戦いや長篠の戦いで次々に武功を挙げ、上司である柴田勝家と共に一向一揆を平定して越前府中に10万石、1581年には能登に23万石の領地を与えられたのです。順風満帆に思えた前田家でしたが、転機が訪れます。利家を救った松の起点。1582年、本能寺の変で信長が自害し、残された武将たちは清須会議以降に信長の後継者をめぐって対立。1583年の賤ヶ岳の戦いにおいて、利家は上司である柴田勝家と友人である豊臣秀吉の間の板挟みとなってしまいます。最終的には勝家側として出陣しながらも、利家の軍勢は秀吉の軍勢と戦うことなく府中城へ帰還します。ここで利家が戦線離脱したことが決定打となり、勝家は敗走しました。利家と松はこの時点で勝家に預けていた麻姫の死を覚悟していましたが、勝家は利家の事情を汲み、秀吉の側につきなさいと言い残して、麻姫を無事に前田家へ返してやったのです。そして松は親友であるねねに取りなしてもらい、秀吉に面会して、一度戦の場で勝家の側に立った利家を許してくれるよう頭を下げに行きました。秀吉も養女としてもらい受け、可愛がっている郷姫の実父母である利家と松を処分する気にはなれなかったのでしょう。この時、秀吉は利家の三女である麻姫を側室に迎えており、豊臣家と前田家の結びつきはさらに強固なものとなっていきました。この戦いの最後、北の庄城を攻める際に、利家は秀吉軍の先鋒を務めています。また秀吉が府中城を立つ際に、利家は一緒に来てもらうが、息子の利長は母上である松殿のそばにいてお守りしなさいと言ったのを松は誇示しました。ありがたいお心遣い、痛み入ります。しかしお気持ちだけで大丈夫でございます。どうぞ利長も戦に連れて行き、秀吉様のお役に立てるよう働かせてくださいと、松は利長の出陣を見送ったとされています。松がねねと日頃から親しくしていたことが功を奏し、秀吉との関係がマイナスからゼロになっただけでなく、松の機転を聞かせた一言もあり、利家は戦の後に加賀の領地を二軍ほど加増されました。一方、かつて信長の下で幌衆というエリート側近部隊として働いていた同僚さっさ成政と敵対してしまいました。1584年に小牧長久手の戦いが起きた際、全国ではその影響を受けて各地で覇権争いが起きます。北陸地方で利家と対立していた成政は、利家の領地にある末盛城を奪い、能登と加賀を行き来できないよう分断して前田家を弱体化させようと試みました。これが末盛城の戦いです。成政に末盛城を包囲されたため、金沢城から出陣しようとするも、普段から蓄財に夢中であった利家が褒章を渋ったために兵が集まっていませんでした。見かねた松は金銀の入った袋を利家の目の前に叩きつけ、次のように発破をかけます。普段から蓄財ばかりをしているツケが回ってきたのですよ。あなたが大層大事にしてきた金銀に槍でも持たせて戦にお連れになってはいかがですか。利家はこれを受けて反省し奮起、褒章を見直して兵をかき集めたのでした。出陣を見送る際、
松は夫と家臣たちに向かってこう言います。末盛城が落ちたならば生きて帰らぬご覚悟で戦にお望みください。万が一の時には私もこの城に残った皆様の家族と共に潔く自害する覚悟はできております。奮起した利家の軍勢は戦を持ちこたえ、小牧長久手の戦いの終結と和睦により北陸での争いにも終止符が打たれました。その後、秀吉の天下統一に向けた小田原征伐などに利家は参戦し、武功とこれまでの信頼関係から利家は御大老の立場を任されます。松もまた生まれたばかりの秀頼の乳母を任されるようになりました。秀吉の天下統一とともに豊臣の世が続いていけば、いずれ戦がなくなる日も来るだろう。前田家も子子孫孫まで領地を安堵していきたいと利家と松は晩年願ったのです。ところが、自ら人質に。1598年に秀吉が亡くなると、豊臣家の後継者は幼い秀頼のみという状況を受けて、各地の大名たちが権力を握るために動き始めます。この時期は家康が暗躍したイメージが強いですが、実は家康は利家が亡くなるまではおとなしく、石田三成をかばっていたこともあったのです。家康の目的は三成一人が死んで豊臣家から政権を奪うことではなく、大きな戦争を起こし圧倒的に徳川家が強いことを知らしめてから政権を握ることでした。幼い秀頼を支えた利家も1599年に亡くなります。夫の死期を悟った松は強肩びらを縫いながら利家に話しかけました。あなたは戦で人をたくさん殺めたから人の恨みも多く背負っているでしょう。成仏するためにこの強肩びらを着ていってくださいね。強肩びらとは個人の極楽浄土を願う意味を込めて背にお経が書かれた着物です。すると病で眠ったままだった利家は目を見開き、こう啖呵を切ったのです。わしは確かに戦で人を殺めたが、一度も欲望のまま人を殺めたことはない。地獄に落ちるいわれはないのだ。もしこれで地獄行きの罪があるというならば、先に行った戦友たちを集めて閻魔と一戦交えようぞ。その強肩びらはせっかく縫ったのだ。お前が後から着てきなさい。そう威勢よく言い残して62年の生涯を閉じました。松は利家を弔うために出家して宝春院と名乗ります。夫の冥福を祈りながら穏やかに過ごそうとした松。しかし利家の死により前田家は危機に見舞われるのです。利家の死を待っていたかのように家康は動き始めるのでした。利家さえいなければ、あとは戦争の相手を見つけて徳川家の武力を知らしめるのみ。1600年、前田家は家康から謀反の疑いをかけられてしまいます。家康の金沢征伐の布告を受けた前田家、金沢で家康を迎え撃とうと息子の利長と家臣たちは立ち上がります。そんな彼らをいさめて松は戦を避けるために自分が人質となり江戸に行くことを決意し、こう伝えます。武士は家のことを第一に考えねばなりませんよ。いざという時が来たならば情を振り切り、母のことも切り捨てなさい。利長にこう言い聞かせた松は、ここから14年間もの人質生活に耐えることとなります。家康は利長をはじめ前田家の者たちがいかに松を大切にしていたかを知っていたため、服従の意思に偽りなしと金沢征伐を取りやめ、
代わりに標的を上杉家にするのでした。標的となり会津征伐を起こされた上杉家は、関ヶ原の戦いのあと120万石から30万石にまで減俸されてしまいます。もし松が人質として江戸に行かなかったら、前田家は今頃上杉家と同じ運命をたどっていたことでしょう。加賀百万石となった前田家。豊臣の重臣であった五大老の中で、関ヶ原の戦いの後に領地を減らされたり転封されたりせず、逆に領地を与えられたのは前田家だけです。年長の代に83万石から120万石となり、ここで前田家は加賀百万石の大名となりました。松の捨て身の決断が前田家の明暗を分けたことは疑いようがないでしょう。その後前田家は江戸時代の末期まで徳川幕府に警戒されない距離感を保ちながら存続し、明治維新後も爵位をもらい、金沢の発展に寄与します。また松が前田家から人質として名乗り出たことで、あの五大老の前田家が徳川の下にという印象を諸大名たちに与えたことも、巡り巡って関ヶ原の戦いを早期に終結させ、戦乱のない江戸時代の到来を早めたとも取れるでしょう。1614年、年長が病で亡くなったことに伴い、ようやく松は人質生活から解放され、金沢に帰ることを許されます。晩年大阪の陣でねねと秀頼の死をただ見守ることしかできなかった松は、1617年に71歳で天寿を全うしました。あの世で京片びらを着た利家が、あっぱれであったと松を迎えたことでしょう。皆さんは松の生涯についてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこの動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。